すごい佐藤選手強敵だったからこんな言い方悪いんだけど、取って当たり前なんだよ今日。これでやっと俺の全力ですが、今日スタートしたな。しかし強かった。なんかいろんな今までジュニアというかクルーザー級ですね、いろんな選手だったけど、ああいうタイプは初めてで抵抗すぎましたね。今まで誰でやったよりも多分エネルギー使った。心の緊張感というかですね、心のスタミナ使ってない今日は。いつ何がどんな角度でこう飛び道具なのかナイフなのか分かんないけど、何でも武器が出てくる感じでね、怖いよあんな選手は、うん、いや、かろうじて感じてよかったよ。その佐藤選手倒したからこそこの世界ジュニアっていうものも、はい、田尻さんにとって価値のあるものになります。いやというかね、僕にとって価値はもうこれ日本の歴史でしょ。僕が今さ語るまでもないんで、そういうベルトだから僕が欲しかったし、この全日本に来たんですよ、うん、で終わった後ね、ウルトモドラゴンがちょっと出てきて、あんなね、こんなきつい佐藤選手とあんな強い佐藤選手と試合が終わったのに、いきなり現れて挑戦迫れたってマイクでなんか言いかけてるかっつんだよ、あんなの。いや、なんかお客さんもなんか返事はとかするかっつんだよな。できねえよそんなのバカって。なんでもかんでもな、そんないつも見てるように行くと思ってるんじゃねえぞおめえらってんだよ。できねえよあんな状態で返事なんか。けど今、まあ、向こうから戻ってくる間冷静に考えて、すごいね、考えたら両国なんですよね。両国で俺がリスナーになるきっかけになったウルトラドラゴンと俺の別に挑戦してきてくれるんで、もうこれは俺はやりたい。まだ全日本プロレスなんていうか、うん、改めてこのベルト肩に立ててみて、初めてのベルト、うん、気持ちいかがですか。やっぱりね、こうしてみるとやっぱ一番重みがありますね、今まで持ったベルトの中で。いろんなベルト持ったけど、一番これがやっぱ俺の心にずしんと重みが来る、うん、全日本プレスのジュニアのベルトだもん。だって俺これ中学校2年生の時ですよ、始まったのは、うん、そのベルト取ったからにはこれからも全日本ジュニアの中心としてやっていくってことなんですね。そうですね。そしてね、やっぱりよそのジュニア、俺あんまり、ってかほとんど日本の団体見ないんですけど、他の団体けど、まあ雑誌でこう見る限りはやっぱ飛び技なんですよね、日本のジュニアって。まあそれは言ってみれば、生とどうならどうのジュニアで、俺はね、生のジュニアのチャンピオン、そういうチャンピオン像を確立していきたい、うん、なんでもこう、反対側にもちゃんと道があるっていうですね、やっぱプロレスラーの使命っていうのは、そういうなんていうかこう、世の中生きていく上で役に立つこう発想法みたいなのをこう提示、試合を通して提示していくっていう、それが非常に大事だと思うんで、俺はなんかそういうことをしていくチャンピオンになりたいな。多分ね、そういうのをいきなり突きつけられてうろたえる人は多いと思うよ。決まったいつもと同じことじゃないです。うろたえる人は多いんだから、世の中。けどそういうやつら何言われても構わないから、俺は自分のやりたいようにやるよ。実はそれの一つだよ、前で何も言わなかったんだって言えるかっつうのかな、まあまあ。もうどんどんブーイング飛ばしてください。何しろ両国で相手はこのまま決まればもう超人気者でウルトモドラゴンだよ、俺嫌われ者で全然いいからな。考え直すと俺真実だよ。それこういう形でお前最後こういう形で手出されるっていうのは悲しいよ。あいつはそこまで俺と戦いたいって。What the fuck are they talking? God damn it! Why? Fucking stupid ass. Why are they talking?考えさせてくれよ、今日は。ああ。Swama, I did not want to fight you. I didn't want to fight you. I just wanted to go my separate ways, and that was it. We would meet like a gentleman in the ring, but you kept pushing it. You put the gun to my head. It wasn't my fault, Swama.Wasn't my fault.
pushed me too far. So now I have no excuses. I have no teammates. It's all by myself. I have a single focus. Soon I will get to the level where I'm challenging again for the Triple Crown Heavyweight Championship. My work is not done. My vision, my dream is not done until that happens. It's coming, trust me.前哨戦、これで2勝2敗、まあ、これでやって五分なんで、まだ前哨戦いっぱいあるんで、前哨戦ではありますけど、ベストの戦いして、企画、場所盛り上げて、両国以下のタイトルマッチに伝えたいなと思います。まあ、挑戦者、申し分ないんで、あとは、どっちの気合じゃないですか、どっちの記録が強いか、どっちが上回るかなと思いますんで、でも最後立っているのは自分だと思います。はい、今日、張りを返すまで、宮原選手の勢いのことを勝ってましたけど、そういう挑戦者のそういう勢いみたいな実感。そうですね、やっぱ通るよりも取られた方がね、やっぱ守る方が、やっぱりちょっと気合という面ではちょっと弱いってよく言いますね。でもね、せっかくこのベルトもね、ものすごい。非常に応援があって、今このベルトも空いてるんで、そうそう手放したくないんで、ね、もうその意地はファイトで見せていきたいなと思います。